知床半島沖で起きた観光船沈没事故をめぐる裁判で、船の検査を行った JCI 日本小型船舶検査機構側が請求の棄却を求めていることが分かりました。おととし知床半島沖で起きた観光船 KAZUI の沈没事故では、死亡した甲板員曽山聖さんの両親が船の検査ミスが沈没の原因だとして国と JCI に損害賠償を求め去年提訴しました。訴訟記録などによりますと、先月17日の非公開手続きで JCI 側は請求の棄却を求めたということです。これに先立ち国側は去年11月の口頭弁論で、仮に検査に過失があってもその主体は JCI で国は責任を負わないと主張しています。両親は KAZUI の運航会社と桂田精一社長に対しても賠償を求めて提訴しています。